目覚めなさい、シェータ。そして戦うのよ、あなたが求めるもののために。私が求めるもの、私は、私は。かわいいお人形さん、あなたはその手を血に汚してこそ自らの価値を証明できるの。シェータ殿、シェータ。私は切って切って切り続ける殺人人形、それが私の存在意義。シェータ、まさか本気で。やっぱりパイエディモジュールの影響か。シェータ、俺が分からないのか。どんなに硬くても必ずや切ってみせる。そうか、上等だ。来いよシェータ、必ずお前を正気に戻す。戦闘開始。
さすが本気のシェータは強いな。シェータ殿と本気でやり合うなど、キリト、あまりに危険です。いや、俺たちだけで決着をつける。大丈夫だ。そんな。なあ、前に戦った時も楽しかったよな。シェータはやっぱり強いぜ。私はただ自分を満たすものを見つけたいだけ。だから戦っている。今も体中を満たすのは殺戮衝動。やはり私の存在意義は切り続けること。そんなことあるもんか。思い出せシェータ。シェータが本当に求めていること。私が本当に求めていること。ああ、殺戮。目の前にある命を奪い枯らす。どうして。やっぱり止めれただろシェータ。何を言っているの。シェータが求めることは誰かを切り続けることじゃない。そうだろ。そう、私はいつか切りたくないものを見つけたい、そう願っていた。キリト、私一体。よかった。今の声、メディナか。急ぎ戻りましょう。随分としぶといですね。他の者たちはあっさりと死んでくれたのに。救世主サンマ、来るな、逃げてくれ。あなたを生かしておいて正解でした。最後の希望を断ち切れば、救世主様のこんな顔が見られる。共演を盛り上げる歯車となってくれたことを感謝します。メディア、今助ける。クリナ。つくづく愚かしい女ですよ。再びここへやってきた私をこのゴミクズどもと足止めしようとした。しかもそれが本当の目的だと気づいたなどと生意気なことをほざくではありませんか。虫唾が走ってたまりませんでしたよ。本当に五代目当主に顔も何もかもそっくりだ。エディナ、逃げてくれキリト。こいつには攻撃が届かない。お前たちだってきっと。傑作、まことに傑作だ。救世主様、低俗な裏切り劇に自ら幕を下ろすとは。どういうことだ。お前一体なぜここに。私が戻ってきたのは、いずれにせよこの救世主様に引導を渡すためです。これまで冒険者たちを導いてくださりありがとうございました。もうお前は用なしです、メディナ様。お前の目的は冒険者たちを利用し各地の魔獣を倒させ、カラントル、つまり新勢力を集めること。そうだろ。ご名答。大罪人のくせに小賢しいまでの知能ですね。最高司祭様を蘇らせるためにはより多くの新勢力が必要。あの傘はその命を吸い上げるためにあるものだ。傘、カセドラルシダーを追え。アニメ上の傘のことか。お前はそのためにメディナ殿を利用した。ええ、おかげさまで新勢力はほとんど集まりましたよ。必要なものはあと一つだけ。そのかけらさえ集めれば完璧です。なぜ。最高裁様を蘇らせれば深海を救えると言ったのに。自分に都合のいい理由付けを行ってごまかすのはやめにしたらどうですか、救世主様。
いえ、あなたは世界を救うことなど一瞬たりとも考えたことがない偽りの救世主だ。お前、お前たちもご存知ですよね。彼女がお前たちを裏切って行動した目的はオルティナノスケの汚名を注ぐためです。口では人界を真に救うためだの何だの言っても、彼女が行動したのは私がその報酬を提示したからなのですよ。たとえそうだとしても、こんなことをしていい理由にはならないわ。ああ、そろそろ真実を教えましょうか。死ぬ前に教えた方が楽しめますし。メディナ・オルティナノス、欠陥品のお前がしたことは全て無駄ですよ。私を騙したのか。最高司祭様復活のためにその能力を存分に利用させていただきました。お前はオルティナノスケ最後の当主ですからね。かつてのように遊んであげたくなったんです。どういうことだ。お前は一体何者だ。お前の手で仲間だと錯覚しているお人形たちの多くを壊させ、その安い絆を破壊する。そして彼らの耳に人海人をおとりにする知恵などを吹き込んで犠牲者を出したのも私です。全てはお前に罪を負わせて苦しめるために。そんな嘘だ。そしてこれが最後の仕上げのはずでした。お前のお友達ごっこをしてくれた滞在人と争わせ、万が一お前が自分の手でこの男を殺すようなことになれば、私が全て種明かしをした時、どんな傷ついた顔を見せてくれるのか興味があったのですよ。完全に狂っていますね。出来損ないの人形風情がうるさいですよ。何？ああ、それからメディナ様、最高司祭様は蘇ったも、おそらくは人界の人々を救いません。いえ、正確にはソードゴーレムという何百人もの人間を素材にした武具を作り、人界を救うおつもりです。その手伝いができてよかったですね。なんだと。しかし最高司祭様はあの時最上階で。約束されし救世主よ、私を助けてください。人界の人々を救うために。その声、声色を変えることなど簡単です。これちきでよく騙されてくれましたね。もしメディナ様がお友達を殺した場合は、その功績を散々褒めたたいた後に真実を知らせるつもりでした。そしてその絶望した顔を眺め楽しもうと思っていたのに、どうやらそれは失敗してしまったようです。しかしもう用済みであり、お前が冒険者どもの首領である以上、私にはすべきことがある。冒険者一人一人殺すのは骨が折れるので、司令塔に潰れてもらいます。さあ生き絶えるがいい、メディナ・オルティナノス。こうなったのも当然の報いだ。私はキリトを信じられず、自分の仲間も信じられず、死なせてしまった。すべて受け入れよう。せめて私の死をもって償う。なぜ生きている。小ざかしい。お前の攻撃は届かないと言ったのになぜ抗うのですか。決まってるだろ、俺はメディナの友達だからだ。虫爪橋、偽りの救世主に薄汚い滞在に、ディスチャージ。遊びたければ遊んで差し上げます。しかし勝負は見えています。まさか
真意の盾を破ったというのか。メディナを利用し傷つけたお前を許すわけにはいかない。面白い。だがここは一旦引くとしよう。メディナ、無事でよかった。どうしてだ。何が。どうして私をかばったりなんてした。私はお前を裏切ったのに。俺が勝手に関わりたいと思ったからだ。ムカつく。その言葉久しぶりに聞けて嬉しいよ。キリト君、治癒するね。メディナ殿。何ですか。私たちと共に対策本部まで帰ってくれますか。あなたに聞きたいことがいろいろとあります。それが許されるのであれば。当然です。あなたは私たちの仲間なのですから。アリス様、一緒に帰りましょう。メディナ殿。